皆さんもお風呂入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェ、シーパルシップです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え、頑張ったお客さんたちでにぎわっています。ということで、まだ起きている皆さん、入店ありがとうございます。シーパルシップのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz、 アプリはリッスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージはnonnonigq@gmail.com、 nonnonig9@gmail.com までお待ちしております。 X でもハッシュタグシーパルシップをつけてメッセージをいただけると嬉しいです。それではお時間まで私のんのおしゃべりに皆さんお付き合いください。台風が2個発生していますが、皆さん安全に過ごしていますでしょうか？こんばんは、オーナーののんです。これを撮っているのは9月の最後の日だ、今日。あ、最後の日だ。9月30日月曜日なんですが、今日の時点で17号と18号が発生して、17号は多分本堂内地の方に行って、18号がもしかしたら週末だっけ、水木だっけ、まあその週の半ばから週末にかけて沖縄に来るみたいですが、これが放送されている時にはどうなっているのかな。ちょっと今週から、まあ、いつもだいたいメールを火曜日までに、火曜日の昼くらいまでに皆さんに送っていただいて、で水木金、まあ、大体金曜日なんですけどの空いてる時間で私が収録してたんですけど、ちょっとこちらの都合で今週から月曜日か火曜日に収録をすることにしましたので、皆さん日曜日までに、まあ月曜日の朝でも全然間に合うとは思うんですけど、まあそこら辺までにメールを送っていただけると嬉しいです。すみません。で、まあ、このラジオは YouTube、 FM ギノワの YouTube、 FM ギノワのポッドキャスト、 Spotify とかで配信されているんですけど、その再生回数とメールの数が合ってません。どういうことが言いたいかというと、皆さん聞いてるのにメール送ってくれない。ってくれて、いつもね常連さんが送ってくれてるんですけど、その方々以外にもメールを、あ違う、このラジオを聞いてくれている方が絶対にいるんです。もしねよろしければ、まあ、もっとメールがあれば嬉しいなって思ってるので、大歓迎なので、皆さんのんのん IGQ@F 間違えました、のんのん IGQ@gmail.com、 nonnonig9@gmail.com までよろしくお願いします。でももしかしたらあれかもね、土曜日放送してメール送るまでがちょっと短くなっちゃったから、もしかしたらもっと減るかな。まあそれは悲しいので、皆さんよろしくお願いします。いつもねメールをいただいてて嬉しいんですけど、まあ欲を言えばもっと欲しいなと思っているので、よろしくお願いします。で、私なんか YouTube でいつも再生回数チェックしてるんですけど、なぜかよくわからない回が
なんかいっぱい再生してされてたり、これうまくいったんじゃないかなっていう回があんまり再生されてなかったり、なんか差がすごいんですけど、何なんでしょう。私にはわかりません。宣伝不足ですか。ねえ、わかんないな。なんか皆さんどうやったらもっと広まるよとかあれば送って、なんかそっと私の心に留めとくので送ってください。それも合わせてよろしくお願いします。あとオープニングでも前喋ったと思うんですけど、 X 旧 Twitter ですね、新 X Twitter でもハッシュタグシーパルシープ、シーパルのスペルは SHEEPLP で、シープが SHEEP、 これをくっつけてシーパルシープなんですけど、そのハッシュタグをつけて皆さんつぶやいてもらえると嬉しいです。私、まあ、最近ちょくちょくできてないんですけど、私も同時、放送のラジオで電波流れてる時、土曜日の23時30分から、まあ、Twitter で待機してそのつぶやいてる時もあるので、皆さん一緒に聞きましょうということで、しかも私毎回プレイリストに名前つけて、プレイリストを作って、このラジオの中でね、でそれに名前つけてインスタとかツイッターとかに上げてるんですけど、このプレイリストの曲を聴けるのは、まあ、ラジオ放送だけですから、あと、YouTube とかポッドキャストはなんかフリーの BGM が入ってると思うので、まあ、そこだけですね。ラジオ、あ、そこだけじゃないか。ハッシュタグで私と喋れるのと、音楽が聴けるよっていう生放送の特典もありますので、皆さん、ポッドキャスト、YouTube で聞いてくれるのも嬉しいんですけど、生放送で聞いて、でもう一回寝る前とかにYouTube で聞いて、まあ皆さんいっぱい聞いてくれると嬉しいなと思います。じゃあちょっと長々喋りすぎたので、第19夜本日のの本日のおすすめに行きたいと思います。の本日のおすすめは、じゃじゃん、秘密ですね。今週は私はよくなんかなんて言うんだろうな、料理ができそうとかなんかいろいろ言われるんですけど、マジで全くできません。これは秘密にしておきたいな。本当はだって料理できた方がいいじゃんなんかそうだ、昨日ね、本当に昨日私電子レンジで冷凍食品温めようとしたら、そんで冷凍食品が古かったのか分かんないんですけど、ちゃんとそのパッケージの裏に書いてある本数通りやったら、なんかチャーハンがカピカピになっちゃって、なんかもうベトベトとかじゃなくて、なんかもう水分が全部飛んじゃって、でなんかお皿の形に全部張り付いちゃって、なんだこれ、食べれもうなんか硬すぎてスプーンでも割れなくて食べれなくてっていう、これは私が悪いんですかねどうなんでしょうっていう感じです。でも最近はきゅうりのおつまみを作るのにハマっていて、それはちょっと上手になりましたね。でも火を使うと途端にダメなんだよなだから花嫁修行しないといけないですね。花嫁修行じゃなくても、結婚するためじゃなくても、その自分のためにやっぱり、まあ今は実家暮らしなんでいいんですけど、実家を出た時に外食ばっかり
していたらもうお金がどうにもならないので、自炊ができるようになりたいなと思いますね。っていうか今週はまあ先週のエンディングで皆さんの秘密を教えてくださいとかそういうことをなんか言ったような言わなかったような、まあそんな気がするんですけど、まあそんな秘密を話したいわけではなくて、個人のねもちろん皆さんの秘密をまあラジオで喋りたいなとか、なんか秘密だけど喋っちゃおうかなとかいう気持ちは あったんですよ。じゃなくて、そういうじゃなくて、なんか世界の秘密みたいな、うん、なんて言うんでしょう、なんか世界の出来事、例えば地球が生まれて、でなんかどんどん海、最初は火だるまみたいな感じで扱ったけど、だんだん冷やされてって、でまあ最初のプランクトンとか、まあ単細胞生物が生まれて、で、まあ、だんだん細胞の数が増えてって、でまあ人間みたいな、あその前に海から出るんですね生物が、でまあ人間みたいなこの道具を使う、言葉を喋るような高度な知能を持つ生き物、動物が現れてきて、でその動物たちが、まあ、人間ですねが生活を営む中で、まあ、戦争が起こったりとか、国ができてってたりとか、その前に作物を育てるようになって、まあ、火が使えるようになってとか、まあ、いろいろなその地球の歴史ってあるじゃないですか。でその歴史、まあそうですね、地球ができてから今日に至るまで、まあ宇宙を含めてもいいんですけど、それをなんか全てをが詰まったような一冊がもしこの地球上、宇宙上にどこかに埋められてたり隠されてたりしたら、なんかすごい面白いなと思って、その未来のこととかまで書いてあったら面白いなと思っただけでこのテーマにしたんですけど、なんかね、もしこれ全部起こることが誰か全部知ってて書いてたりらとか、まあ、SF の世界ですけど全部とか、まあよく、まあ、なんか風刺動画みたいな感じであるじゃないですか、神様が、まあ、人間を作って、まあ、上からなんか雨降らせたりとか、なんか水かけて、でなんか紛争が起こるように仕向けたりとか、まあ、そういう操ってる人が本当はいるんだよみたいな考えるのがちょっと楽しくてあ、そんな陰謀論みたいなそういう感じじゃないですけど、もし、まあ、そういう話があったら面白いよねっていう程度なんですけど、まあ、そんな一冊を手に入れることができたら、あなたは開きますかって今思いました。なんだそりゃ、ん、日本語が変開きますか皆さんは。私、え、そんな一冊があったら、まあそうだな、今日の出来事までは見るかも、もしかしたら明日のことはね見たら面白くないから、でもなって感じですよね。まあ皆さん、まあ、それ見るか見ないかハッシュタグつけてコメントください今週の私の話はそんな感じです。メールを読みましょう今週は2通いただいてますね、ありがとうございます。ラジオネーム沖縄大好きさん、にんちゃんこんばんは。こんばんは、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ秘密、
そういえば職場の人にラジオをやってることを僕は秘密にしています。言わなくてもいいかなって思いつつなんとなく秘密にしています。私と一緒ですね。わかる、なんかわかりますよ。言ってもいいけどって感じですよね。私は親というか家族に秘密にしてますね。友達には言ってるけど、だから家で撮ってるんですけど、いつもこっそりこっそりやってます。沖縄大好きさんありがとうございました。次ですね、のんちゃんこんばんにゃ、こんばんにゃ、やんきちです、ありがとうございます。今夜のおすすめ、秘密。2022年からの2年間で2回骨折している。マジですか、2回も。ただいま絶賛骨折中、かっこわら、かっこわらじゃないですよ。知ってる人は知ってる。のんちゃん皆さん気をつけましょう。やんきちでした。なんか骨折を今してるっていうのはなんか前メールとかで知ってたんですけど、背骨でしたっけ、なんかすごいところをね、なんか大事な骨を折ってた気がするんですけど、2年間で2回。なんかカルシウム取った方がいいのでは、いいのでは。でも今取ってもあれか、そんなに、なんだろう、今の骨折は治らないか。そっかそっか、2回も。もう気をつけてくださいね、ヤンキチさん。私よりもうすごく多分上の方なので、あの転倒とかしないように、本当に夜中のトイレとかね気をつけてください。じゃあまあここら辺で次のコーナーに移ります。本日の店内 BGM、 このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです。早速本日の店内 BGM を紹介します。ゲシュタルト乙女さんで日曜日。日曜日楽しみいただけていますか。それではまずゲシュタルト乙女さんについて軽くご紹介いたします。結成が2016年で、今のメンバーがみかん林さんと、ボーカルのみかん林さんとベースのアースさんの2人ですね。で次の情報がすごい驚きなんですけど、出身が台湾出身のバンドなんですね。皆さん先ほど聞いてもらったと思う、今も流れてるかなと思うんですけど、日本語で歌詞を書いてるんですよね。本当にすごいなと思い、もう外国語で書くなんて、ね、しかもこんな難しいと言われる日本語で、本当にすごいなと思うんですけど、高校生の時にみかんさんが日本語の勉強を始めて、その時に台湾語での作詞を始めたみたいです。でその時に台湾の言葉で書いちゃうと、まあ、友達とかに歌詞の意味が伝わっちゃったりするのがちょっと恥ずかしくて、で日本語で書くように、日本語で歌詞を書くようになったみたいです。ちょっときっかけが可愛いですよね。でそれから日本語で書いた方が、まあ、自分 の、 この表現したいこととか、まあ、自分がやりやすいという自分に合ってるということで、日本語での作詞を続けているみたいです。私ゲシュタルト乙女さんを知ったのが本当につい最近で、1週間前くらいかな、ツイッターでバンドをおすすめするアカウントのが流れてきて、アカウントのツイートが流れてきて、ゲシュタルト乙女さんを紹介されてて、台湾出身だけど日本語で歌うみたいなことを書いてあって、どういうことだと思って、で聞いてみたらすごい私が好きな感じの曲調
の曲が多くて、まだまだ新米リスナーなんですけども、ファンになってしまって、でも紹介するぞって感じで勢いで紹介しちゃったって感じですね。だからまだ全然詳しくはないんですけど、これからいろいろ聴いていきたいなと思っているバンドです。結構この日曜日って曲はなんか、まあ最初ボーカルから始まって、でドラムのフットとギターのバッキング、ミュートのバッキングから始まって、が追加されてて、という曲なんですけど、面白いなって思ったのが、最初の歌詞が週末の揺れてる風っていう歌詞なんですけど、この週末の言い方が日本語っぽくないというか、日本人ならこの週末っていう単語をこういう風に歌わないよなっていう歌い方が、本当に、なんだろうな、その、外国の方が日本語の歌詞を書いてるからこそ出るいい味っていう感じがしたので紹介しました。なんか癖になる歌い方ですよね。で、なんかこの曲もなんかノスタルジックでいい曲だし、皆さんに聴いてほしいなと思って紹介いたしました。私もこれから多分毎日聴くようなバンドになるといったらなんかおこがましいですけど、すごい多分、ね、まだ新米なので今からいっぱい聴きたいなと思ってるので、皆さんもよかったらぜひ聴いてください。それではエンディングに移ります。さて、そろそろシーパルシープも閉店のお時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか？本日もノンのおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。来週の本日のノンのおすすめは理想の休日。この番組がラジオで放送されるのは土曜日ですけど、皆さんはどんな休日を過ごすのが理想ですかね、教えてください。メッセージはのんのん igq@gmail.com nonnonig@gmail.com までお待ちしております。10月6日日曜日までに送っていただけると嬉しいです。それでは Under the Tree とともに皆さんを夢の世界を釣りします。おやすみなさい。